はい、東京投資クラブの山口と申します。今日はですね第2弾、僕の持ってる物件の第2弾ということですね。ここ、マンション名はちょっと言えないんですけれども、来ました。でここの物件もですね八王子市からですね徒歩はやっぱり30分ぐらいかかるんじゃないですかね。バスでも早くて十何分で、バス停からもちょっと歩くって5分とかかかるんで、やっぱり利便性はね良くない物件なんですよ。で、見た感じもですねそんなに綺麗ではないんですよね。で、結構すごいのがですね、隣がお墓という物件なんですね。でもこの物件なんかもですね結構利回りもいい物件ですし、ちゃんと埋まってるっていうところなんですよね。なんでどんな感じで物件が成り立ってるかっていうのをですねちょっとまた紹介していこうと思います。こんな風に入ってってっていう感じで、ここもエレベーターですね。かなり古いですねこのエレベーター。ここのエレベーターね閉まるボタンがないんですよね。閉まるボタンがない、めっちゃすごい遅いんですけど、一応動くエレベーターなんで、屋上からの景色はお墓っすねこれは。お墓全体広がってって感じで、正直言ってお墓の近くだから入居者が埋まらないかっていうと、僕はね全然そんなこと思わないんですよね。実際埋まってますし、慣れればって感じです。部屋からお墓が見えるとどうかなっていうのはちょっとあるかもしれないですけれども、はい、こっち側はほぼ住宅街ですね。住宅街になってます。近くにね、スーパーがあるんですけども、スーパーはここからは見えないかな。徒歩圏内でスーパーがあるんで、意外とね利便性はいい場所だと思います。この物件はですね、家賃が月3万2000円経費が14,700円、内訳がですね、この表の通りになってます。なんで、純利益が、年間、かける12をすると、20万7600円で、購入費用がですね、この物件結構安く180万円で購入できました。その他経費が20万円で、合計するとですね、200万円になります。で、純利回りがですね、10.4%、10% 超えをしている物件になります。